さあ行きましょうか。 RLCS 21-22 APAC のスポールスプリットリージョナル3セミファイナル2試合目、どちらがアジアの代表決定戦に進出するもう一枠を確保するのか。チームガンダー祭デトネーター、さあゲーム1がスタートしています。ブルーサイドのチームガンダー祭は根本ここレトラあったそのゴールを奪わんといきなり襲いかかるのはオレンジサイドデトネーター、バーンミカンオルティス、いきなりバチバチですよこれは。はい、今早速点入るところだったんですけど、オルティック選手ちょっとミスってしまいましたね。さあまずは毒となった。さあこの後で薬となることができるのか、はい、デトネーターオルティックのプレイに期待がかかります。あ、今日のオルティックス、あらペネックではなくオクタを選択してますね。お、確かにそうですね。ここしばらくはずっとフェネックを選択していたんですが、ここに来てのこのオクタ、ちょっと今日は気持ちを変えてきているということでしょうか。さあそしてデトネーター、一番の信頼できるプレイヤーバーン、そしてミカン、この3人デトネーター調子を上げてこのセミファイナル2に臨んでいます。一方のチームガンダースはこの根本プッチが昨日はすごかったですよね。はい、もう圧倒的に高いポジションでボールをもうゴールに打ちまくってましたから、今日も見れるんじゃないかなと思いますよ。そういうプレーを根本が前に出てガンガンゴリ押しするプレーを思い出したんだというふうに言ってましたね。思い出したというか、まあ最初の頃はそうだと、戻したと。はい、やはりやりやすい自然体がいいんでしょうね。うん、さあそんな原初のガンダーズオリジンが今見られる、そんなこのセミファイナル2。さあ危ないシーン、デトネーターはディフェンスできるか。でもからのボール、オルピックスカット、中央ミカン飛び込んでいく、んでいるポポの頭の上を越えてバンプが入るか。バンプ狙いに行ったが、いやー惜しいですね。まあ狙いは非常に良かったですよね。はい、完璧な判断でした。バンプが入れば1点でしたね。残り時間3分、まだ得点はなく、いやしかし見どころのある、いややっぱり先ほどのゲームからちょっと緊張感継続してる感じはありますよね。そうですね、まあ、僕らもそのまま継続してますし、彼らもおそらく見ていたので、うん、先ほどの熱狂のままプレーしてるんじゃないかなと思いますよね。そして彼らには彼らでそのアジア代表決定戦への道が、切符がこの試合にかかっている、もう熱くならないわけがないこのベストオブセブン。ゲーム1最初の得点はチームガンダーズからレトラー、やはり根本選手ですね。ここ運んできますよ。もうオルティクスのクリアコースあそこしかなかったですもんね。どうしようもない状況まで押し込んでましたね。はい、まあ、ただもう少し早めにプレッシャーできればよかったですよね。さあ試合時間はまだ半分あります。ファーストゴールはチームガンダース。さあしかしデトネーターがここも伸びやかに攻めていく。このボールはバーン、リージョン1の最初の頃ってこういったボールで、あれ後ろのプレイヤーいないじゃんみたいな、そういうちょっと、はい、なんていうかシンプルなミスがデトネーター目立っていたんですけど、もはやそういうことはない。そしてバーン、なんだそのリダイレクト、どんな角度だ。その角度、しかも完璧な高さに、いやーお見事、お見事すぎる、なんだこれ、はい、いやオルピック選手もね、あそこに普通ボール蹴らないのでしっかり狙ってますよパスを。もう完全にバーン託せば何かが起こる、そして何かを起こしましたね。はい、いやいい流れですよこれは両チームとも。残り時間2分、同点に追いついた。さあオルティクス強く蹴り飛ばして前にプレッシャーをかける、ポポをバンプ、しかし根本がつなぎます。このボール根本がもう一度来るのか、ダブルタッチ、しかしミカンがうまく流した、止めただけでも100点なのに、今流す方向も完璧でしたよ。はい、あそこ前にポロって落としてしまうとまだピンチが継続するんですけども、はい、まあ、先に読んでジャンプして流すという、いやー冴えてますね。いや、やはりこのミカンももうかなりトップフォームに近くなってますよね。はい、絶好調だと思います。ワンから戻したボール、さあ少しガンダーズのディフェンスが固まってしまったような状況から根本、さあシーリングショット、ポポのバンプを、バンプが入ってる、バンプを待っている、待っているが、なんとかしのぐ。レトロが後ろから飛んでくるが、ここはつなぐだけになりそうだ。バーン、そしてオルピックス、ここは細かいつなぎで前に前にボールを持ってきます。50から飛び出たボール、バーンが対応できるか。ポポとの一騎打ち、これを避けるためにミカンが先に触りますが、ポポはボールのコントロールを失っていない。逆サイドはレトロ、
うまくフィフティ、サイドで根本、そして中央でポポが狙う、これは無理と判断、一度下がってもう一度ボールを組み立て直します。この辺りの判断そして組み立て、さすがです。残り時間45秒、一気にもう45秒、バルタさん、これこの後どうなります？いやーどうでしょう、ただガンダーズ側のボールのコントロールがちょっと衰えてきてる印象があるので、これデトネーター点取るんじゃないかなと予想しますね。さあこのボールはデトラ押し込むが、ボールに勢いがない、そして枠も取れていない、ガンダーズ非常に差は少ないながらも 55% デトネーターぐらいの感じですかね。そうですね、微妙に押してるかと思います。ただしかし一発があります、このポポ、そしてレッドラも今バンプに来ていました。ただここは3人が一気に下がっていくようなガンダーズの動き、おポポここは時間を稼ぎます。ちょっと不利な体勢からでも前に前に詰めていく、残り3秒、落としたボール、ミカン、そしてバーンが、ここは2人がかりの壁となって食い止めました。面白くなってきましたね。オーバータイム、ゲーム1からバチバチでございます。さあそうなってくると、このファーストでの失点というところはちょっとね、いただけないですよね。はい、それだけはちょっとやめてほしいですね。うん、そんなプレイはできないぞ。ガンダーズ、そしてデトネーター、ポポから天井からのボール、おーっとダブルトつく、おーっとなんだそれは、うますぎるこれは。根元からこのポポが天井、天井でダブルスペルだぞ。いやー見せてきましたね。なんかいきなり出ましたね。ちょっとこれは言葉を失っ、ちょっと試合の内容を忘れちゃったぐらいの印象のプレーが。いやまた僕らの後ろに美味しいもの食べた人もいましたしね。ちょっと後ろに料理評論家がいたせいで、僕もちょっと料理っぽいコメントをしてしまったんですけども、はい、いや2対1最後ここガンダーズポポ圧巻の異次元のシュート出ましたね。いやあれは何なんでしょうね、三つ星レストランの料理の仕方ですよこれ。さあこうちょっと今リプレイでこれもう一回見たいですね、あの、はい、チームガンダスの2得点目をもうみんな固唾をのんで、ここちょっとリプレイ見ましょう。もうフリースタイルなんて言うんでしょう、そういった見方ですよね。決める、ここのバーのシュートも非常に良かった、ただしかし良かったんです、ここ、これを見てからだとちょっと霞んでしまう、根本のこのパスを当てて落とす。なんだそれ。オールピックスのディフェンスも早かったですよ今の。ちゃんとボールにいてしっかりディフェンスしてたんですよオールピックス、ただしかしそれを悠々と上回る。いやこれがポポ。さあゲーム2始まります。ただねデトネーターも同じぐらいの衝撃味わってるはずですが、そこからどう立て直すかですよね。はい、さすがにこれを連発して出すことはできないと思いますから。うん、これを連発してくるようだともうちょっと手がつけられないわけですが、ただそういう意味ではチームガンダーズとは勢いづけるいいシュートになりました。ただバーン、はい、やはり全くオールピックス選手がいいですね、うん、この壁から切らずに着地して落ち着いて根本選手の上を行きましたね。ちょっと根本がオールピックスがどう来るか読みあぐねていましたね今。はい、もしくは普通に打ってくるだろうとちょっと舐めていたのかもしれませんね。なるほど、高いボールみかん落ち着けて、さあ根本とのフィフティ軽くバンプされながらもサイドのブースト取って、このボールがどうなるか、オールピックスがサイドに出します。さあレトラが空振っている間にデトネーター一気に攻勢をかけていきたい、トミカンがバンプ、さあここでうんバンプ、そしてリダイレクトのポストプレーを狙っていました。デトネーター先制からこのゲーム2はどう動いていくか、ちょっとガンダーズが若干攻められているシーンが多いですが、はい、まあ、なんというか先ほどのゲーム1と同じく全体の流れとしては少しデトネーターが動きやすそうですよ ね、 すね、やはりオルピックス選手が非常にいいプレーしてるんですよね、壁クリアも強いですし今のショットも非常にいいので、うんうん、やはり3人がこれだけ調子いいとデトネーターが少し押してきますよね。根本サイドに流す、そこにはバーンがいるか、
オルフィクスが飛び込んできます。最後尾のバーン。これは落ちてくるボール。おーっと、バーンが決めていく。早い、自分で言っている。ちょっとガンダーズは対応、これ誰行くか。今ここで2人被ってしまったところでちょっと難しかったですかね。そうですね、根本選手が、まあ惜しいところだったんですが、うん、まあ少し被りが出てしまうと、こういったことになりますよね。2対0、デトネタが有利を広げていきます。ツンと当てたボール。オルピックス対ポコ。ここはオルピックス、いいフィフティを取る。ただレトラ、速い飛びを見せている。根本が後ろで見守る中、レトラどういうプレーをするのか。ただここは、デトネタがボールを作りました。バーン、飛びが速い。うまく流して、もうまたジャンプが、バンプで。ただしかしここはレトラ、なんとかなんとか食い止める。ただ、デトネタボールはまだ継続。ポポの飛びの速さが、ガンダーズを救います。根本がクリアを読んで、しかしそれをオルピックスが読む。高度な読み合い、そしてフィフティの読み合い。ここも読み合いがある。ミカンがフィフティで負けない。このフィジカル、いやー、相四つ譲らずでしたね今。はい、これ細かいんですけど、ここで勝つかどうかって本当に大きい。おそしてその大きな大きな差を最後オルピックスが得点という形で持っていきました。いやー、デトネーターこれは乗ってますね。ガンダーズも悪いわけではないんですけども、なんかもうずっしりとしたみかんでしたね。はい、本当に重かったですね。ダンボールに入った大量のみかんが、ぎっしりみかんでした。さあ3対0、アメからちょっとガンダーズは先ほどのポポのものすごい1点があったにせよ、得点シーンとしては、はい、振るわないかなというところがちょっとありますね。あのシーンはもちろんポポ選手の素晴らしいショットだったんですが、ちょっと個人技でチームとしての得点と言えるわけではないので、さあ完成度はここまではデトネーターに分があるか。みかん残る残る、もう一度触ってくる、打ってくるのか。なんかみかんだけなんかこう重力をコントロールしているというか。はい、重くなったり軽くなったりしますよね。うん、しますよね。なんであんなにふわふわ浮いてられるのか。いやでも本当にそのみかんの全盛期のそのリアライズと並び立つようなテクニシャンとして歌われていた、はい、あの頃のみかんが帰ってきた感じがありますね。そんな印象ありますね。輝いてきてます。そのみかんを使ってバーンが前にボールを作っていく。横パス、待っているのはオルピックス。おっと、よく止めていく。2人がかりで止めたのはチームガンダーズ。根元が触ってくるか。ここはミカンが触れないながらも飛んだことで、いやしかし落ち着いて攻めたのはチームガンダーズでした。これポポ選手の横へのパス、そしてレトラ選手のこの真後ろにいる距離、素晴らしいですね。ここの連携は何かこれまでのチームガンダーズの絆を感じさせる。はい、うん、相当なそのボイスチャットで連携が取れてないとあの距離パスってつながりませんから、はい、で本当に完成度高いんですよね、ガンダーズも。今の攻めは仕上がりの高さを感じました。ただしかしあと2点追いかけなければいけません。一瞬の輝きにしちゃいけないですよね。常にあの攻めの精度を出していきたいチームガンダーズですが、はい、その通りですね。どうか、壁からポポ、ここは粘っていく。目の前にはネット、そしてレトラがいる。おっ おっとバーンが間に合わなかったか。いやー、鋭いショットでしたね。まあ、バーン選手なんか間に合ったように見えなくもなかったですが、見えたんですが、まあ、これスッと抜けてきたので、まあ、これ届かなかったかもしれない。もう壁と判断するしかなかったというか、まあ、決まっていたら無理だという、はい、そういう話だったかもしれません。さあ、ただデトネーターとしてはここを落とすのは許せませんよね。許せませんよね。せっかくあのシーンの後にまたここまで立て直したわけですから、はい、デトネーターとしてはこのゲーム2は是が非でも落とせません。後ろからのバンプ、オルピックスなんとか対応。飛んでいく、ポポは弾いたが、根本とレトラがこの2人が何をしてくるか。サイドに弾けてました。ただこれでポポは多分もう体勢バッチリでしょう。こんなポポとオルピックスの争い、オルピックスが勝っている。どういった位置なの。レトラにもいいフィッティを取る。ポポがここは無理やり弾いてきます。いや、ただしかしこのポポの技量をもっとすればこれが無理やりではなくなるんですよね。そうなんですよね。もう余裕でさばいてきますよ。
残り3秒。さあ、ポポ、最後の一撃を待たせてもこれ何か繰り出そうという、そんなポジションの取り方だったんですが、ここはデトネーターを抑えて1対1。さあ、このセミファイナル2も、そんなストレートなんてわけはございませんでした、デトネーター。はい、3対2でゲーム2を抑えています。このゲーム2やはりデトネーター崩れなかった、これ大きかったですね。はい、その通りですね。まあ、デトネーターはゲーム1、2通して非常にいいプレーをしていますね。ただガンダーズは昨日の根本選手のような動きがまだ出ていないですよね。最後の方根本選手一人でボールを取ったシーンがあったんですが、ちょっとコントロール失ってしまったり、うん、昨日でしたらもうバカバカダブルタッチを決めていったようなところでちょっと決められていないので、まあ、そこが出てくればガンダーズも圧倒的な強さで勝っていくとは思いますね。チームガンダーズの攻め、2得点輝くのあるシーンありましたが、回数でデトネーターに及びませんでした、3対2。まあ、ただ3点取られてからの、あの追い返しという意味ではチームガンダーズもなんというか気を途切れさせず、うまく集中力を保ってプレーできてるなという感じはありましたね。そうですね、このシーンなどは本当にいい傾向なので、うん、ここからもこの3人がかりかなり近いんですが早いんですよね、うん、こういったプレーしてくると、まあ、どうしても止めづらいので、ここぞという時にそういった、まあ、ちょっとリスクがあるんですけども3人で攻めるプレーができてますよね。あ、そんな3人で攻めるプレーをどこまで出していけるか、そして根本の輝きを見せることができるか、根本のハートに火が灯るかどうか、そんなところが鍵になってきそうだ。ゲーム3スタートしています。さあ、ただしかし全てのゲーム序盤はデトネーターがいい攻め見せるんですよね。そうですね、やはり爆発力はありますよね。この試合も同じような形になるか。ファーストを仕込んでいったのはデトネーターでしたが、逆にここはチームガンダーズ反撃に出ています。このボールをどちらが制するのか。ニュートラルのボールからオールピックス壁に向かって飛ばしますが、ポポこれは華麗な読み。みかんサイドに流す。いや硬い硬い、このフィフティがこのデトネーターのここまでのゲームにおいて非常にいいポジティブな効果を与えています。おっと触ってくるか。いや昨日のあの落車のプレーをね、落車選手の抱負させましたけども、うん、俺もあれできるんだぜってちょっとあれ決めて言いたかったんでしょうね。オールピックスがダブルタッチを決めていく。ダブルタッチエイムバッチリ。やっぱオルピックスですよ、この試合。いや、オール、あるのか。いや、オール。いや、素晴らしいですね。ここで、このオルピックス。いや、でも、オルピックスが、もしかしたら穴になるかもしれないって言っていた料理評論家もいたはずなんですが、はい、ここまで、そんな、ところ、全然ないですよね。ないですよ。はい。その料理評論家は、ちょっと今のところ間違えているかもしれませんね。この場にいることが、もしかしたら間違いだったかもしれないですね。さあ、これで。みかんからバーン、どうか、壁からのボール、みかんが弾いて、さあいい50を取る。本当にみかん50ものすごい戦果を誇りますよ。これ全部勝ちますよ本当に。ただしかしこの根本というプレイヤー、レトラというプレイヤーも勢いよく前に出てくる。さあポポが近めに来ている。これは怖いピンチ。うまく決めていくな、ポポ。ここはオルピックス選手がちょっとやらかしたかもしれませんね。ちょっとパスのような形になって、しかもバーンバーンしてるんですね、これ。あついに見境なくなってきたか。エグゼがちょっと起動しちゃったかもしれませんね。誤作動したかもしれないですね、これ。1対1。残り時間は3分20秒。さあ、ガンダス、追いつきました。少しデトネーターのディフェンスの乱れもありましたが、ただ、細かいというか、3人で前に出ていくという動きは、もう得点時に。チームガンダーズが共通して見せるいい形でした。ここはバンクから決まっている。オールピックスがすぐさま取り返す。今度はバーンですかね、バンプしたのは。そうですね、ボール作ってバンプして、あとはオールピックスうまく決めていきました。さあデトネーター、やはりこのゲームでも支配率はややデトネーターの方が高いか。うまに打って、ただポポ早めに奪っていく。あ、根元が、おっと狙っているが、ここはバーンきっちりと食い止めました。壁からのボール、オルピックス、もう一度オルピックスタッチを求められます。根元を越えていけるか。さあしかしこのボール差し合い、ここはオルピックスの強いシーン。一人バンプ、バンプのところまで王選手読んでいましたね。はい、
まあ、オルピクスがバンプするっていうのはもうなんていうかあれですよね。あっとここはレトラが決めていく。ここはちょっと浮いてしまったか、デトネーターの不人号ですね。ここデトネーター打ってしまえば1点というところだったんですが、バーン選手ですかね、ちょっと迷いが出てしまいましたよね。少し前に来ていてどうしようもないところだった。まあそこまで来ていたら行くしかないというところだったんですが、そうですね、ポジション的にも先に打てたと思うんですけれども待ってしまいましたね。チームガンダーズがセカンドで1人バンプから食い止めての、おっとこれはこの攻めの流れ決まっていない。いやー運が悪いですね、ポポ選手。完璧なコントロールだったんですけども、ギリギリ決めきれなかった。ちょっとガンダーズがファーストに行ってそのまま相手のプレイヤーを1人止めるという、ちょっとセットプレーのような形で、はい、序盤の有利手にしたんですが決めきれず、さあ逆にここはミカもボールタッチが甘いシーンあります。ワンタッチ入れて、もうワンタッチ入れる、50の鬼ここの返しにオールピックスが合わせる。いやーどうかミカン、まだ行く、根元を食い止める、全てに勝っていくオールピックス。バンプからバン、ちょっと不利な状況、そしてミカンに合わせる、流れるようなローテーション、フローレスなパスワーク、デトネーターが3得点目。嬉しいですね。いやそこ普通なかなか今オルピック選手が前に出てしまっていたので横パスって出しづらいんですけども、はい、うん、まあもう慣れてるんでしょうね。オルピック選手がそこからバンプに行って残り2人で決めていくというのが普通に美しいですね。美しいプレーで、このゲーム3でもデトネーターがリードを保ってこの後半戦まで来ています。横パスレトラ叩きつけるような強いボールですが枠は捉えられていない。ただデトネーターちょっと今味方同士でごっつんこしていた、まあそこまで影響は出ないでしょう。オルピックスのバンプから浮いたボール、ポポ、いや根本が運ぶ。おっと、ああポポはブーストがない、ポポはブーストがないのでレトラと根本で攻めるしかないんですが、まだ21ブースト、小ブーストをかき集めています。ポポ弾かしたボール、ミカン、いやいいタッチだ。オールピックスが打ち消して、もうワンタッチ、ミカンが敵陣でブーストを奪った。もう完全にブーストあったかいなりって言ってましたね。ミカン、そうですね、こたつにいましたね。こたつにいましたよ。こたつでミカンを食べていた。ただこれはまずいですよ。どうか根本選手の壁、オリピックス越えていく。根本との一騎打ちは待ってる待ってる、おっと、いやこの余裕をオルピックスが発揮しているっていうのがすごいですよね。1対1において、ね、これまでにないプレーですよね、オルピックス選手の。非常にこれ強力ですよ。1点差を保ったまま、ただしかしここはガンダーズの最後の攻めが見られるか。残り5秒、繋がらないか。レトラのタッチ、デモトまで渡ればというシーン、ただ叩き落とすのはデトネーター。さあ面白くなってきました。1本目を取ったのはチームガンダーズ、しかしゲーム2ゲーム3とデトネーターが連取、逆にセットカウントでは有利を取ってきました。この試合はなんというかお互いいいところ悪いところあったと思いますが、はい、そうですね、まあデトネーターは特に本当にオルピック選手のプレーがいいですよね。ショット5本も打ってますし、ダブルタッチ決めたのってこの試合でしたっけ。これですよね。そうですね、これです。はい、いやここまでオルピックス選手が活躍してくると本当にデトネーターとしては穴がないんですよね。ただここは穴が開きましたね。あ、ここは開きましたね。はい、はい、まあ、開いたり下がったりするんですが、そこもまたデトネーターの魅力ということでここは一つ。はい、ただまあガンダーズもちょっとミスが今のシーンとか出てしまっていて、やはりポポ選手、はい、根本選手の圧倒的な力っていうのがガンダーズの強さなので、そこをあと少し出てくればここもなんというか点数的には勝っていったんじゃないかなと思いますね。デトネーターのミスがやはり多少出て失点しているので、ミスの数だけであればおそらくデトネーターの方がこの試合に関しては多かったと思うんですけど、そこをちょっとつききれてないかなっていう印象は、ね、まだやっぱりちょっとどこかガンダーズ及び腰になってるのかもしれない。はい、さあゲーム4始まります。
逆にデトネーターはそのうまくいったりいかなかったりするオルピックスのプレーがなんというかいい感じにアクセントになっていて予想外さを出している。そしてまあ穴がもし開いてしまったとしても多少の穴であればこのバーンという選手、そしてこのミカンという選手のマカ不思議50が、はい、そうマカ不思議50そうですね、うん、打ち消していくんですよね。お、いったぞ、オルピックス捉えきれてないか、いや惜しいシーン、もはや決まったかと思いましたがギリギリ決めきれていない。さあゲーム4の開幕もデトネーターがいいシーンをまずは作っていきました。バーン、エアドリブル運んでいく、壁のボール前に出せるか、いや後ろからボールに圧力だけかけて実際に触るのはミカンというそんなプレーでした。さあポポが何をしてくる、ここオルピックスが早く飛んだおかげで今ポポは何もできないそんな体勢でした。さあミカンがものすごい勢いでバンプに飛び込んでいきました。オルピックスがボールを持っているなら今度はミカンが行く。そんなデトネーター積極的なバンプ編成を出せています。フィフティが強い。んーそのただしかしここはガンダース3人揃ってこの距離ですよ。皆さん 見ましたか今はい3人いたんですけども、サイドコーナーに3人いましたよ今なんだこの読み合い。そしておっと決めていくのはポポ。いやーまあデトネーターがちょっとボールを失った隙に3人がかりで攻めていたんですが、まあ、ちょっと両チームともペースが落ちたような印象でしたよね、うん、まあ、ガンダーズもいい攻めはできていなかったですし、デトネーターもディフェンスがちょっと崩れてと、うん、うーんまだまだわからないですね。さあゲーム4 1対0ファーストゴールはチームガンダーズです。押し込んでいきたいシーンでしたがミカン捉えきれず、壁から転がっていくようなボール、バンプに行くオルピックスですがそこにプレイヤーはいません。ネトラ、さあミカンがまだ俺はやれるんだというばかりにちょっと不安定な体勢ながら前に前に詰めていきますが、ネトラからさあネトラが上を行ったが逆サイドネトラがいるぞ。折り返すがちょっとこれは強すぎるか。少しこのゲームはガンダーズが流れ良くなってきましたか。そうですね、かなり押しているのでただ最後決め切るところまでいけてないので、うん、もう少しだけ安定感があるといいですよね。バーン抑えます。ただこれもバーンもうブーストすでにゼロなので抑えるだけしかできないかと思いきやここまで運んでしまうのがおっと根元これはちょっとコントロール危ないシーンでしたがなんとか今整えましたね、体裁を整えました。さすがに大丈夫ですね、まあ、このレベルでしたらそのぐらいあのゴールの上軽々使っていきますよ、安心して。ただ今ちょっとガンダーズ不安心。おっと今横から来た流星は誰でしょう、レトラですかね。レトラでしょうね、これはこの位置関係的には。待っている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 待っていますよね。あいい形になってきましたよガンダーズ。なんか本当にガンダーズ3人が同じ場所に固まることがあってちょっと不安になるところもあるんですけど、 そこからすぐに展開できるっていうのがなんていうか、はい、彼らのなんていうかストレッチ性というか、うん、まあ、先ほどがレトラ選手は結構ゴールキーパーのバンプに行っているシーンがあるのでそのようにちょっと変えているかもしれませんね、はい、高いボール根本が勝つ、そして下にはレトラが待っている。ここはミカン流してバーンです、バーンを使います。押し込んだところ落ちたボールレトラを刈り取って、さあミカン打ってくるか。ここはレトラが止めています。刈り取られたかに見えたレトラ、しかしここ後ろから二の矢を刺していくバーン、ミカンからサイドバーン、うん狙い澄ましてますねこれ。はい根本選手がバンプじゃないブーストに行った隙にもう完璧に狙っていきましたよね。一瞬のガンダーズのプレッシャーの弱い無風空間を突き抜けていきました。ポポ、これはポポって選手ピンチショットがめちゃくちゃうまいんですよね僕の印象としては。そうですね、天井を使ってバカバカ打ってくるんで、うん、こうちょっとエアドリブルがあのスピード落ちて油断してしまうと天井ピンチとかでバコーンと決められてしまいますよね。すごい壁が友達って感じがすごいんですよね。はい着地もうまいですし本当に壁の扱いが上手い選手と印象があります。さあ根本はここ捉えきれず、逆にこれはデトネーターカウンターチャンス、レトラをバンプできるかというところですが横からポポ食い止めます。逆にレトラ前に出していく、ただこれはデトネーターうまく下がれているのでゾーンでディフェンスができるでしょう。さあみかんのシーリングですが、うん50まで取っていく、
体勢悪くなったと見て今フィフティを取りに行くようなシーリングにしてきました。そのあたりの下高さもさすがみかん。中央。みかん。いやなんだこのフィフティは。バーン天井から押し込んでいく。そしてそこに飛び込むみかん。いやかなり攻めてますねデトネーター。残り40秒さあデトネーター。このマッチ全体を通して珍しい追いかける展開にそのブーストフルスロットルで攻めていきますが残り30秒ガンダーズはしのげるか。おっとここがミスっているか。オルピックスちょっと前に出かけたところを根本が逆に襲いかかる。ただこれはオルピックス下がったのが功を奏しました。バーンポポが弾き返す。さあみかんどう作る。残り10秒のカウントが始まる。天井落ちてくるボールだぞ。レトラが食い止める。これはいいクリア。ただしかしバーンもそれをきっちり読む。リスペクトのあるボール。残り1秒ラストチャンス上がっているがポポ天井を使ってどこまでも伸ばす。まだ読んでいる。ダブルがさあまだありますねデトネーター。超えていくさらに飛んでるのはみかん。落とすが落ちない。それすらもオルピックス読んでいて攻める。ただここですゲーム4はガンダーズが取ってシーソーはまた平行に戻りました。いや手に汗握る1点差のゲームでしたがここはガンダーズ掴んだ有利離しませんでした。そうですね、やはりポポ選手の空中での落ち着き、どんなにきつい姿勢でもこう壁と友達なので2人がかりでボール出してくるんで、まあ、最後の方結構デトネーター攻めたんですけれどもしっかり守っていきましたねガンダーズ。このあたり序盤デトネーターの失点がありました。2対0からデトネーターが追いかける形となったこのゲーム4、このレトラの非常にいいバンプなどもありました。最終的に1点ここでバーンが返すんです。そして最後まで攻めるんです。ですがチームガンダースポポや根本レトラ、いや本当にいいしのぎ方でゲーム4は取っていきました。これでまたイーブンですよバルタさん。そうですね、これをもう全く試合展開的にも五分五分だったので正直全く分からなくなりましたよね。いやーこの後最大3試合なんかありそうな気がしてきません？はい、いやありそうだと思いますよこれは。果たしてどうなるのか。さあゲーム5見ていきましょう。根本は押し込む。おっと決めていった。勢いのあるガンダーズの攻め。あ今の試合勝ちきれたのがちょっと彼のメンタルにもうまく影響したか。ここ間に合いそうなところでしたがバーン届きませんでした。ファーストゴールはチームガンダース、まあ、ポポ選手のセカンドが非常に良かったですね。うん、さあ今度はデトネーター側が有利を得るファーストセカンドの流れになりました。ただレトラ高く高く飛び上がってこれは逆にカウンターか。大丈夫か。オルピックスが食い止めます。どう攻めを展開していくか。ミカンここでフリック上げますがきっちり対応はガンダース。シュートではなく血を出していきます。バーンここは一度下がるミカンに任せる。さあそのミカンがいいボールを出してオルピックスはシュートに狙おうとしましたが根本が横からコツンと当てて相手の進路妨害していきました。天井からうまくオルピックス作りたいシーン。ちょっとブーストがないデトネーターですがどうか。バーンまでボールを逆サイド根元のボールオルピックスが奪います。さあポポが壁からのボールうまく読んで壁への着地が早すぎる。そしてこのフィフティの決め方あわや得点。1人潰してもう一度ガンダーズのターンになるか。ここはバーン思い切りインターセプトボールを作ります。ポポとのマッチアップみかんこれはうまく上に上げてかわしていく。ただこのボールを次に触ることはできません。バン一回タッチブーストを取ってすぐさま戻る。おっとグリーディーな動きをきっちりと決めていきます。そしてみかん戻して決めたかに思いましたが根元ギリギリ。いや枠に打ってくると普通思わないんですけども根元をしっかり見てますよね。さあこのタッチは惜しいみかん先ほどから非常に鋭くガンダースのゴールを攻め立てます。
あ、もう一度みかん、今度はソロで一人目としての役割を果たせるかどうか。おわお、体の入れ方素晴らしいものがある。さあしかしここはガンダーズ、根本も黙っちゃいない、前にボールを作りました。ただ後ろからダメだよと優しくみかんが攻め手をバンプ。このボールはどうなる。ちょっとオルピックスが踊っていたが、オルピックスがちょっと散らかりましたね。散らかりましたね。と散らかったダンスを見せていました。さあしかしみかん、おっとダブルタッチが決まって、いやしかしなんでそこで待ってるんだ。今レトラですか。レトラです。なぜそこで待っている。いやー止まりましたね。一点読みでしたね。はい、最初からそこにいましたよ。何なんでしょうあれ。素晴らしいディフェンスを見せます。いやみかんの攻めが悪いわけではないというか、もう悪いところむしろないですよね、はい、完璧でしたけど、まあ確かに一応ボールと車体的に左側に流れていたので、そこもしっかりゴールの、右、あのデトラ選手から見て右サイド守っていたかもしれませんね。さあバンプからもう一度シュートあるか。みかんからのボール、ちょっとこれはデトネーター戻ってくるのに時間がかかります。その間にガンダーズが相手陣地奥へボールをフィード。どうかポポを越えて、さあしかしここに使い終わったはずのポポを再利用していく。もう一度ポポ、オルピックス、ちょっと強いボールを出せるか。みかんを使います。さあそっちの方にはポポがいる。ちょっと怖いシーンだぞデトネーター。根本リセットは取れていないか。まあ、叩きつけるようなプレイをしようとしていました。ポポゆっくりとどう使う。ちょっとこれはミスがあったか。ただレトラがすぐさまサポートに駆けつけます。残り時間1分20秒。さあファーストで得たガンダーズの優位が未だ崩せないデトネーター。みかんサイドに流して、お長いボール落とせるか。天井から落ちてきたところを、うん、残り時間1分。もう僕らも何が起きるか本当に分からなくて、ちょっと言葉少ない、はい、なりがちなところ。みかんのシュートは根本が食い止める、ね、ただクリアは不十分。ポーポがつなぐ、オーピックスこれは十分な時間そしてスペースを得ました。真ん中にすぐさま折り返す、リセットが入っているぞ。速攻選択するが、リセットまでポポ読んでいます。ここに来てこのポポの硬さがまた一つ上がってきましたね。そうですね、縦横無尽に攻めからディフェンスまで本当に速いんですよね。オルピックス根本をバンクしましたが、その後ろにはより怖いポポがいる。バン、みかん、根本が奪うところはみかんが処理。ただ下にバンはさすがについていけませんでした。壁からのポポ、また怖いシーンです。おっとちょっとボールをスルーしてしまうシーンありましたが大丈夫。みかんがフィフト取る、残り10秒。ただしかしデトネーターはここません。バン、ボールを取れるか。浮いたボール、壁から前にボールを蹴り出すが、これはどうか。浮かせた、落とさない。みかんがフリック、もう一度決めていけないか。ガンダーズここも白氷の上での勝利、1対0。先にリーチをかけたのはガンダーズです。ギリギリですよバルタンさん。はい、本当にギリギリですね。ガンダーズ勝ってはいるんですが、まあ試合展開的に圧倒していたというわけでは全くないので、んー、これはちょっと油断は全くできないですよねガンダーズ。いやもう本当に最後はもうみんなで耐えて、まあ、ただあのみかんが3得点ほど決めれそうなシーンあったんですが、すべて耐えたというのはちょっと特筆すべきところですよね。はい、あのダブルタッチも完全に決まったと思っていたんですけども、えっていうようなセーブがレトラ選手入りましたよね。いやみかん猛攻をかけましたが、最後の最後までみかんが主体となったいい攻めを見せたんですが、しかし得点することかなわず、デトネーター2連続でここ落としてしまいました。1本取って2本取られん1本取られて2本取って2本取られてと、そうですね、デトネーターとしてはね、はい、リーチをかけられた。シーソーですよね。このままその次のシーソーが帰ってくるのであればデトネーターが連続で取るという話にもなってきますが、いやしかしこのゲーム6、果たしてデトネーターは帰ってこれるのか。今デトネーター、そのみかんの攻めは良かったと思うんですが、その他の2人に関してはどうでしょう。そうですね、オルピックス選手が前のゲームほどの輝きが出ていなかったので、まあ、ちょっとしたミスとかもあり、そこを直せればといったところですよね。みかん選手は本当にもう50強くて、
やっぱ昔からアメリカサーバーで 1V すごい回してた選手ですから、うん、アメリカで50勝てば日本でっていう感じです。いやむしろその感覚をうまく日本で使えるっていうのがすごいですよね。まあ、確かにそうですね。100以上のピングの中で鍛えた技術、この RLCS サーバー、その中でも遺憾なく発揮しています。さあゲーム6始まりました。チームガンダースリーチをかけています。デトネータータイに持ち込んでフルセットに持ち込めるのか。さあこのシュートはコルペクス中央に戻しますが、ポポ頭の上に乗せてくる。ここはポポからボールを剥がすことには一度成功しました。バン、ただしかしデトラを超えられず、デトラから後ろ根本ポポと非常に強力なバックアップ揃っているチームガンダーズに対し、デトネーターまず防戦、いいタッチ、そしてリダイレクト入る。ふんわり上げたところにオルピクス3段目、いや根本が止める、なんとか止めた。いやデトネーターの攻めもいい攻め見せるんですが、しかしここに来て全て読み始めましたね。そうですね、よなかなか読むことできないとは思うんですけども、しっかり止めていってますね。高いボール競り勝って、さあ少し3人の距離が近いか。デトネーターこの位置フィフティを取る、未完に任せる。さあ2人に囲まれた未完ですが、どうか。おっとデトネーター守ります、空いているところ、オルピックスが止める。ブーストを取ってそのまま駆け上がっていくのはオルピックス。これはタッチしてのバンプか、それとも自分でリセットで攻め上がっていきました。根本がいないのでデトネーターチャンスですね。バン前に出しましたが、これでシューターはいないでしょう。ポポのボールオルピックスが止めて、ミカンが速い飛び、いやしかし根本も速い、両者譲らず。オルピックスはバンプを避けながら前にボールを出します。ミカンがいる、ポポ、なんだこのディフェンス力は。やはりポポですよ。みかんまだ行くぞ、1対1打っていく、ついに差し勝ったみかん。先ほどのゲームから決めたかった1点、ついに、ついにですね、こじ開けました。いやレトラのこのチャレンジする判断は非常に良かったと思うんですよ。ただまあこれチャレンジしても待っても決められるというようなみかんの完璧なプレーでしたね。いやはや、ただこのここに来てデトネータのミカンを前に置いて、そこにボールをしっかりもう放り込みまくるっていう選択もまたいいですよね。はい、いや正しいと思いますよ。この突破力、ゴール力がミカンの力ですよね。さあレトラ少しボールを逸してしまった。ここでデトネータ襲いかかる、襲いかかる、時間を使う。そしてバーンが50かつ真ん中まで持っていく、ついています。デトネーターゆっくりと攻めていく、中央へのパス、これは奪われてしまう。さあカウンター根本、ただバーンがそこにすでにいます。対策は万全。オルベックスポストプレイは根本、予想の範疇。フィフティからおっと飛べていない、いいボール、デトネーター飛び出したぞ。オルベックス横に出す、さあこれに反応するか。バーンにあまりにも厳しいパスなはずなんですが、それでも反応してくれるこのバーンの頼もしさ。そうですね、パスというかもうちょっと尻拭いというような感じでしたけども、でも頼むわこれっつって、なんかポンって投げつけてるようなボールが、しょうがねえなって言いながらバーンがしっかりやってくれる。そのあたり、そしてそこをうまくオルピックスがこうやって恩返しができるといいんですが、デトネーターちょっと触らない、避けるサイドに出す。これはちょっと面白いゲーム6の展開になってきました。さあ下落としたのポポ、ただミカンがいます。さあ根元のいいトラップですね。これここまでの2試合とは逆の展開になってきましたね。はい、ガンダーズが大側になっていますね。止めた、どんどん止めた。さあしかしミカンが大きくブーストを使いながらボールに触ることができません。まだデトネーターのピンチは続きそうです。バーン、ポポ、いやここでボールを離さない、いやトラップしてくる。壁と一体となって非常に硬い50を展開してきます。ただここはミカンもいる、残り時間は1分。さあガンダーズ1点追いつくことはできるのか。組み立てるのはレトラ、ブーストはある、ゆっくりと運んでその間にポポと根本がまた戻ってくるという流れですが、デトネーターの
姿勢もまた良くなっている。オルビクスうまく相手のブーストを取りました。これは地味ですがガンダムにするとはちょっと痛い。そう、そしてガンダム飛び込む。残り時間は30秒。オルビクス横パスから、ただしこれはどうなる。怖いシーン。さあ根元のヤドリブル。さあここで根元の小審議が見たいシーンですが奪われて残り15秒。どうなるんだゲーム6。このままフルセットマッチに行くのか。根元が飛んでるぞ。ダブルタッチ。いやポポだ。いや入っていない。がまだある。まだある。3秒2秒1秒。落ちるかこれは。落とすデトレーター。フルセットに持ち込みました。なんということでしょう。リージョナル 3Day3 フルセット2連続でございます。熱くなってますかバルタさん。いやもちろんですよ。これはもう、いやこの次の一試合でアジア代表の切符が決まると、これはもう本当に気合で奪い取ったもん勝ちですよね。あここまで来るとね。はい。そしてここでオルピックスがスコアトップなんですよね。そこですよね。やはりオルピックス選手が輝いたゲームほとんど取っていますから、デトネーターそこ次第かなと思いますね。いやもうどちらのファンもこれは固唾を飲んで次のゲーム7見守るしかないですよ。はい。いやはやいやはやフルセット続きます。なんというか先ほどのベルディ対ニムトとのフルセットともまた違う趣のある試合ですよね。はい、うん、そうですね。このシーソーゲームなんというか、まあ、本当に 50-50 な戦いなんですよね。うん、これはまあちょっと解説としてもなかなか難しくて、ガンダーズやはりガンダーズの根本選手あたりは昨日の調子まではしっかり出ていないとは思うので、そこが出てくればガンダーズ勝っていくと思うんですけれども、そこ次第っていうところですかね。なんていうか、そうなんですよね。オルピックスが活躍するか根本が活躍するかっていうところ、はい、まず一つのなんだろう、どちらが明と暗分かれるのかというところもありますし、そして今日調子りゃいいという意味ではポポとミカン、この2人がより、はい、どちらがよりよく、もう最初の50から五分五分ですよポポとミカンが。そうですね。もうこの試合をセカンドまで五分五分と、象徴するようなそんな50で幕を開けました。さあゲーム7がスタートしています。勝った方が決勝戦へ、そしてアジア代表決定戦へ進出します。白熱の勝負。あ、どうなるのか。この1点大きいですよ。おっと、バーンが突き刺したダンク。ファーストゴールはデトレーター。しかしこれもオルピックスですよ。このファースト、あの50完璧に勝ってきましたから。いやはや、まずはオルピックス、そしてバーンのラインが機能してデトレーター先生。いや50がもうバチバチお互い全く許すらず、ファーストタッチからもうどうなるか、このゲーム本当にわからないという。さあ根本の1対1打てるぞ。ネトラ打っていく。なんていうか象徴的なところ、なんていうかそのゴールまで、なんていうか、はい、バーンとオルビックスで決めたのに対してこっちはネトラと根本で決めていくっていうのがもう返していく。同じ構図ですよね。譲りませんよ、譲りませんよ両チーム。バーン触れない。さあ、いやしかしこれはむしろミカンが本命だ。いやーこれは乱打戦になってますね急に。こんな点の入るゲームでは先ほどまではありませんでしたか。はい、まあ、ここでバーン選手がフェイクしてくるとは思わないですよね。来ないのってちょっと一瞬今気が緩んだ部分ももしかしたらあったかもしれないですね。はい、セカンドからアンプなどもあり、高度な読み合いがファーストボールから引き続き展開されています。すでに4度。もうねオルピックス、はい、あそのオルピックスをリセット。根本がボールを奪う。壁から作っていこうとする。さあ触れないか、後ろちゃんとみかんが見ています。ポポ流したボール、コーナーなので前に飛んでくる。いやその前に飛んできて相手が触るところまでを読み切ったポポ。まあこれはちょっと様子見でしょうか。プレッシャーかけますが、いや一つ一つのプレーがなんていうか
攻めに行くその果敢さとその裏にあるリスクとかも考えて、なんていうか本当に見逃せないですよね、はい、そうなんですよ。どうする、バーン作る、ボールがいないぞ、自分で作るが、さすがにあそこからでは勢いのあるボールは出せない。天井から帰ってきたところ根本強く返します。バーン一度ボールを落ち着けて、みかんが前に出す、阿部から転がってくるところ、もう一度みかん、おっと3度みかん、いやー今の入っていたらとてつもなかったですね。いやもうみかんが完全に帰ってきたというこのセミファイナル2において圧倒的な存在感を誇るみかん、何かしてくるんじゃないか、そして何か成功させてくるんじゃないかというような期待がどうしても持たれてしまいます。さあ逆サイドできる、いやガンダーズちょっと押されてますね、少しデトネーターペース、ただカウンターはみかんがうまくサイドに流して、そこをバーンがビフティを取りに行く形、この高いボールはもう一度バーンが行く、これにフォロー入らなくていいっていうのは非常に大きいですよね。そうですね、ガンダーズここを止めて2人とも押し返されてますね。逆サイド根本がボールをつかせる、でトラから、さあここまでガンダーズはちょっとポポ選手がなん温存されているわけではないでしょうけど、あまりプレーに関係ないですが、これは抜けてしまっている決まる、いやちょっと焦りましたかね、攻めを3人近い位置に入ったんですが、なんていうか、はい、いつものその決まる近い位置の連携は出なかったですよね。そうですね、まあただまだ2分あるんでこれは全くわからないです。2分2点差、ただしかしガンダーズ攻めが決まった時はしっかりと得点力あります。さあポポから後ろからレトラが追いかけてくる展開、レトラ横に出す、触れるか根本、触れない、ポポがこれはブーストもないのでなんとか1人存在感を発揮して今フィフティを取りました。ミサイルが飛んでいる、エグゼが実行されましたが特に何も起きない。天井から帰ってくるところ、レトラ、おっとレトラのダブルタッチか、フィフティを弾いたのはみかん、ただこれは打ってくる、ポポが力強いショットで3対2追いついてくるかチームガンダーズ。いやでもレトラここよく止めましたね。いや本当ですよ、2回しっかりといってますのでいい流れが来てますよガンダーズ。はい、しかし角度のないところから決めたポポも本当に言うことなし最高のシュートを見せてくれます。1点差残り1分10秒、さあバンプが入る、ポポだ、この角度のシュートでもポポであれば非常に脅威、もう一度ポポ、さあ根本は飛べるのか、飛んでいる、コーナー使ってダブル、角度は厳しい、ちょっとこれデトネーター側ディフェンスが今乱れているシーンもありましたが、はい、立て直せるか、残り時間は50秒、さあもう真ん中に出す、ポポ、さあどうする、ここはちょっと前に出すようなプレーを選択、そしてそこからレトラが落ち着いて組み立てます、ただバーン刈り取っていく、このフィフティ非常に大事になる、ミカンが勝つ、そしてオルピクスも飛び込む、デトネーターボールになりそうだ、おっとデトネーターディフェンスがいないぞ、あと1人、これはガンダーズチャンス、レトラ決めていく、いやーしっかり決めていきましたね、唯一のチャンス、もうここしかないのではというチャンスをきっちり決めていった、3対3、心臓が痛くなってきましたね、これは同点、これもしかしてオーバーまであるんじゃないですか、あるかもしれません、ダーミカンがダブルタッチに行く、もう先の予想などもしてられない、もうこれを見ていくしかない、どうだ、フィフティ取る、残り5秒、これオーバータイム、さあキックオフゴールはやめてほしい、さあファースト集中力を保っていけるか、どうか、おっと根本がワンブイ、ワンブイだがみかんが食い止める、レトラからこれは打てない、デトネーターのターンですね、いやポポが食い止めています、まだデトネーターのターンにはならなそうだ、どっから、おっと根本が、根本襲来、バンプが刺さっているのオルピクス、バンプには一日の超あり、どうかこのボール危ないシーンでしたがなんとか耐えて、まずはこのオーバータイム序盤はガンダーズが攻め切ろうと襲いかかります、いいフィフティを取る、デトネーターのターンだ、
ミカンが何をしてくる。今度こそ抜いてくるか。フリック、フリックを狙ってくる。レトラが止めて、さあ強いボール、オービックス、これの対応非常に難しいところだぞ。重要ですよこれ。さあこのボールからいいつながり見せましたね。どうか、高いボール、バーン、中央に流します。レトラ、これはちょっと予想外。さあもう一度触れるか、横パス、ただこれはデモトがいる。非常に怖いシーンが続いています。オービックス、さあどうなる。逆サイド、ポポがいる。さあこのポポが何かまたゲームワンのようなマジックを起こすのか。中央に返したボール、さあ天井からこのボールどちらが取る。おーっとバンプが入るが、さあバンプが入っているがどうか。このパスがつながる。レトラが強いボールが当たった。最後はポポだ。根元からポポ、ここでゆっくりゆっくり引きつけながらのシュートがデトレーター、みかんの頭の上を越えてオーバータイムゴール。勝ったのはチームガンダース。なんて展開、なんて結末。悲願の決勝への進出、そしてアジア代表決定戦への進出を決めた。